はい、スタート。はい、今日は何を作るんですか？簡単シンプルなポテトサラダ。簡単シンプルなポテトサラダを作る。じゃがいも、じゃがいもは大体300ぐらい。人参、じゃがいもは300、大体300グラム。一口大に切って、レンジで発酵温めて、人参も同様にいちょう切りにして2分、600ワットで2分ぐらい、ちょっと焦げてるけど、ほんと焦げちゃった。へえ。きゅうりはなんていうのあれ、薄切り、スライサーで、スライサーで、スライサーで薄切りしました。それから、マヨネーズ、そんなもんじゃない？マヨネーズ大さじ1、2入れ、大さじ2入れんの、ワンプッシュ、ツープッシュ、そのままか、そうだね、大さじ2、大さじ2を入れます。牛乳、じゃあ牛乳を用意します。次は牛乳です。小さじ1ね、牛乳小さじ1、塩小さじ4分の1、これか、はい、4分の1入れます。はい、はい、じゃがいもを入れます。はい、きゅうりを入れます。にんじん、はい、にんじんも入れます。きゅうりがちょっと残った。まだ残ってる。あと何か入れんの？もう入れない。これで出来上がり。はい、出来上がりです。どうか